はい、今日あの久々にアコギの紹介をさせていただきます。行きましょう。はい、行きましょう。お願いします。はい、お願いします。まずこちら。今回、はい、このしばらくの間で結構いろいろ入荷があって、そのラインナップも変わったので、ええ、うん、あの改めて分かりやすいところだと、あのこの辺りにヤマハのギターの入門向けのタイプが、もうごっそり入ってきましたね。ここから端っこまで。なるほど。もうしばらく全然入ってこなかったのが揃ってきたんで。はい。探せたって人も今選びやすいんじゃないでしょうか。まあ、もちろんそうですね、あの島村楽器で展開するジェームスも今ここから端っこまで、これ全部ジェームス全部ジェームス、これね、これいいよね、これ僕も今すっごい勧めてる SPL ですね、はい、今左後ろに通常のやつと、まあ、右後ろも同じなんですけど、うん、あの通常のやつが出てます。比べるとすごい鳴りがいいんで、聞いたらもう、あ、これ違うんだなっていうのはもう体感していただける、はい、こういったものが入ってきました。はい、あとは、大きく変わったのは奥のギターコーナーですね。はい、あちらの方お願いします。こちらが奥のギターコーナーですね。はい、今、まあ、いつも通りこちらの面でたくさん並んでて、新しくテーラーコーナーをこの面いっぱい使って、はい、設置しました。入門向けは全部テーラーだ。もうテーラーです。人気の GS ミニから入門向けのアカデミーのシリーズ。アカデミーあと上の方には USA の上位機種が814だ。814入ってきました。で、おすすめはこの中でだと、僕個人だとやっぱり814で言いたいところであるんですけど、うん、何気にいいなと思うのは、うん、実は312だったりしますね。312これね。はい。なんかよく見るテーラーのギターのやつよりも、基本はちょっと小さいタイプですね。ああ、ボディがね。はい。弾き語り系からもフィンガースタイルまで、本当どういった方でも使えるものなんで、すごいおすすめしてます。はい。はい。あとは、一気に行くんですね。ああ、行きますよ、行きますよ。どうぞ。あとこちらの方にもアコースティックギターコーナーが拡張されました。はい。はい、たくさん並んでます。その中でもちょっと変わったものだと、久々にオベーションセレブリティのシリーズが入ってきたりとか、はい、あとは高峰の銅が薄い、薄銅のタイプ。これちょっと珍しいですね。であったりとか、あとは下に PRS の SE のパーラーサイズのものが入ってきました。ポール・リード・スミスのパーラー。はい。パーラーでちょっとちっちゃめね。ちっちゃいタイプのやつですね。あとは久々に KID が4本ほど入荷してます。島村楽器のコラボモデルが手前に出てるのと、小ぶりな YT で、あとはエレアコレアル WY1 も入ってきます。なるほど。はい、以上です。はい、わかりました。はい、じゃあありがとうございます。